してよね、ハピード。どこまでだ。もう逃げられないぞ、怪盗L。いやはや脱帽だよ、天才中学生小林翔ペラ君。しかしこの私に敗北はない。決着をつけようではないか、小林君。望むところだ、怪盗L。どうされました？ああ、いえ、何も。うなされていたようでしたが、何かよろしくない夢でもご覧に？夢？そう、確かに今見ていたのは夢だ。でも、すべて現実にあったこと。少し昔、ご気分が優れないようでしたら、少し車を止めますので。ああ、いえ。大丈夫です。少し寝不足気味なだけですから。それはそれは。お疲れのところをお呼び立ていたしまして、誠に申し訳ございません。ですがお嬢様はぜひともお会いしたいとのことで、私も名探偵小林様とお話をさせていただき大変に嬉しく。違いますよ。は？僕は探偵じゃありません。え、それは…もう、あの力も…トイズだって使えませんから。僕は…もう、探偵じゃない。トイズ、選ばれし者に芽生えた奇跡の力。そのトイズを使い謎を振りまく存在、怪盗。彼らの暗躍によって世界は混沌の時代を迎えようとしていた。だが黒き力に白き力を持って悪のトイズに善のトイズで対抗し、謎を怪へと導く者が現れる。そう、人は彼らを探偵と呼んだ。挨拶してよね、ハピード。雨上がりの窓きらり。前向いて、横向いて、始まるかも次の未来。おしゃべりしすぎてハピみたい。急いで探
お天気。遠くまでよく見える。綺麗。ほら見てよネロ、エリーさんとコーデリアさんも。危ないわよシャロー。何をそんなにはしゃいでるんだか。景色なんかいつでも見られるでしょう。そうじゃないの、今日はすごいんだよ。お花さんがとーっても綺麗に見えるんだから。お花さん、ほらあれのこと、次世代発電研究プラント。ああフォーチューリーフのこと。そう、シャロはいつもあれのことを花みたいだって言ってるの。確かに花に見えなくもないけど。この街の再開発の象徴、海に建てられた巨大モニュメント。正直僕はどうかと思うけどね。ちょっとお菓子食べながら話さないの。いいじゃない。甘いもの取らないと頭がぼーっとしちゃうんだよ。うわー、素敵ー。ほら、シャロもいつまでも見てないで早く行きましょう。私たちは今、会長に呼ばれてるのよ。休日だってのに、何の用なんだか。だから食べながら話さない。うるさいなあ。まったくもう。コーデリアさん。はい。しないわ。よかった。はあ、ああ、本当に綺麗だよ。って、まだ見てたの？だって。なんというか、見た目は割と普通の学校だな。休日だから静まり返って人の気配もない。ホームズ探偵学院、探偵を育成するために数年前にできた国際教育機関か。僕には何か場違いな気がする。うん。